ドラゴンクエストウォークー。はい、今回ですね、ガチャ10連、悠久の守護神装備ガチャ、やっていこうと思います。というわけで、ちょっとゲームのね、画面の中入っていくのをお待ちください。まあ、ガチャ10連プラス仲間モンスターの継承ガチャ10連も、まあ、ついでという形でやっていこうと思います。はい。ガチャね、10連だけなんで、もう、あっという間に終わります。はい。というわけで、こちらのね、画面入っていこうと思います。はい。まあ、イベントね、開始したと、新しいイベントの、まあ、イベントの第3章がね、始まったということで、まあ、それで、配布チケットが100枚。いただきました。まあ、これで、ガチャ10連ができます。悠久の守護神装備、福引き、ガチャね、やっていこうと思います。はい。ピックアップ武器がね、ガーディアンインパクトということになります。まあ、あとですね、はい、兜と、あと、鎧上、鎧下、盾はなしということですね。はい、ちなみにですね、前回はですね、はい、封印されし大賢者、ガチャですね、見事、はい、このピックアップ武器、ゲットできました。今回はもうね、10連1回だけです。もう一瞬ですね。まあこれでピックアップの武器が出れば、まあいいんですけれど、なかなかまあ難しいとは思います。まあでもとりあえずね、やっていきましょう。はい。では、いきます。日付がね、変わって1分30秒経ったところですね。はい。演出は、オーロラ流星最高の形。カットインはなかったですね。虹色が、2個来ました。カットインがね、あればピックアップ確定だったんですけれど、はい、4分の1でピックアップ武器だったんですけど、はい、なかなかね、うまくいかないですね。はい、王宮魔術師ローブ上。虹色1個目は外れでしたね。あとは最後でしたよね。10個目ということで、とりあえず、どんどん行きましょう。はい。まあ一応ね、最後ということで、まあ楽しみはね、最後まで一応あるということで、来い！どうでしょう？はい、外れということで、どうもありがとうございました。王者の盾、ね、虹色が2つ、演出は良くてですね、はい。虹色2個というところまでは良かったんですが、はい、今回は、はい、10連だけということでございます。まあ日曜日以降にはですね、またマイレージもまあ溜まりますので、その時また、同じようにガチャ引いていこうと思います。というわけで、その次はですね、はい、継承ガチャいきましょう。昨日と同じかな。はい、これですね。リザードマン、はい、継承ガチャ10連やっていきましょう。これまで56匹仲間になっております。はい、正確7種類揃っております。で、継承玉候補見ていきましょう。スキルですね。ビージョのね、スキルが、はい、シールドブレイクになります。あとは特殊効果、攻撃力 S まで、最大 MP B まで、バギの斬撃対義ダメージ S まで、バギ耐性 S まで、幻惑耐性 B までということになります。というわけで、早速やっていきましょう。まあ、10連だけなので、ということで。一応ね、ドラゴン系で、絞っております。で、まあ、これまで56匹ね、リザードマン仲間になったんですけれど、素質としては、極みのやつがね、1体おります。で、蝶がね、1体。あとは、全部特有波ですね。で、一応ですね、目印つけてるんですけれど、シールドブレイク持ってる、ね、B スキル持ってるやつは、黄色の星印。で、持ってないやつは、紫の×印をつけております。というわけで、まあ、とりあえず、行きましょうか。はい。1、2、3、4、レベル50のやつがね、10匹以上いるので、まあとりあえず、こいつらを、お別れの方していこうと思います。というわけで、10匹ね、選択し終わりました。まあ1、2体ほど、まあ見ていきましょう。こいつはバギ耐性 A がね、10% でありますね。あとはシールドブレイクが 15%。あとは他には、幻惑耐性 B、最大 MP B、はい、7.5% ずつ。はい。というわけで、まあこんな感じですね。まあシールドブレイクそんなに、まあ欲しいスキルというわけでも、まあないんですけど、まああればいいかなと思います。まあとりあえずね、10個ね、継承玉来るんですけど、B が1個以上来ればまあいいかなということで、まあ B が1個以上来ることを願ってお別れしていきましょう。では、さようなら。どうでしょう。お、A1 個来ましたね。ありがとうございます。バギー耐性の A が A ですね。あとは、まあ C と D ばっかりですね。まあでも A がね、1個くれば、
まあ、御の字かな。はい。ということで、まあ今回はまずまずのね、結果だと思います。まあ最初のガチャは外れでしたけれど、ということで。というわけで、まあ今回の動画以上になります。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。